リッチマンプアウーマンはフジテレビ系の月9枠で2012年7月9日から9月17日まで毎週月曜日21時から21時54分に放送された日本のテレビドラマである。主演は小栗旬。公式な略称はリッチプア RMPW。2013年4月1日には続編のスペシャルドラマリッチマン プアウマンインニューヨークが放送された。小栗は若くして IT 企業を作り上げ億く万長者となった社長を演じ、ヒロイン役の石原さとみは東京大学理学部という工学歴ながら内定がもらえず就職活動に奔走する女子大生を演じた。生活も価値観も正反対の二人が衝突を繰り返しながらもお互いを知り精神的に成長して惹かれ、会う。 現代版、プリティウーマン的恋愛ドラマに加え、ソ空ゴトじゃない地に、足のついた夢を語って、世の中に発信できる、男のかっこよさを描くことを主題とし、企業物としての要素も多く盛り込まれている。平均視聴率は12.4%であったが、有料動画配信では、好調な売り上げを記録した。連続ドラマの特性を活かしたストーリーや、 アイデンティティをめぐる問題を描いた姿勢などが評論家などに評価されたほか、ザテレビジョンドラマアカデミー賞での二部文字賞など、いくつかの賞を受けている。コードブルー、ドクターヘリ緊急救命マイナスなどを手掛け、特定の職業の内実を描く、職業ものドラマに対するセンスを主演の小栗にも評価、されている、松本モトアツシラのプロデュースによる作品である。松本は本作について、 普遍的なシンデレララブストーリーであると同時に、現代社会のある側面を仕事というテーマで切り取り、4人がそれぞれ自分の人生を織り成すヒューマンドラマでもありますと説明した。IT 業界の人物を主人公とした理由としては、単なる金持ちや成功者ではなく、世界を劇的に変えたイノベーターがここ数年で実際に登場した分野だからですと語り、主人公の魅力を 最大限に引き出し、視聴者に感情移入させるための舞台として、2012年現在において、IT 業界がふさわしかったからとしている。主人公とは、対照的に高学歴で就職を望んで努力しているにもかかわらず、仕事につけないヒロインを設定している。この背景には、ドラマの放送前年の2011年に、大学卒業後の就職率が、 史上最低を記録したということがある。マスモトは日本社会にここ数年の間に極端な格差社会があるという見解を示しており、それを象徴する主人公とヒロインの2者の間に恋愛は成立するのかということをテーマとして挙げている。多くの視聴者からの声に応え、2013年4月1日には続編となるスペシャルドラマが放送された。 撮影は2012年6月から開始され、9月11日に終了した。クランクインの時点で台本は6話分まで完成していた。これは連続ドラマでは比較的珍しいことであり、キャストはストーリーの全体像を先まで見据えて役作りをすることができたという。小栗は同年6月21日に渋谷の 渋谷ヒカリエホールで行われた主要キャストによる制作発表記者会見で、日向のキャラクターに通じる人物として、アップル創業者のスティーブ・ジョブズを挙げており、制作発表の席で、ジョブズの言葉を参考にした、どこかに衝撃を与えられるような作品になればという発言をしている。また番組サイトによるイントロダクションは、日向と会社企業プロセスが似ている人物の例として、 フェイスブック創業者のマーク・ザッカーバーグを挙げている。ドラマ内では、日向がタンデムの可能な大型バイクを乗りこなす場面が登場するため、小栗は大型二輪免許を取得して撮影に臨んでいる。石原が演じる、沢吉弘こと、夏井誠の、真面目で努力家、でも、不器用というキャラクターは、脚本家が、石原自身をイメージした、いわゆる、当て書きである。 主要な舞台となるネクストイノベーションのオフィスは基本的にフジテレビ湾岸ンンスタジオ内セットであるが、社内の一部撮影は日本マイクロソフト品川本社オフィスで行われ、会議室の受付フロアや社員、また社内の空間は一般的企業と異なり遊び心に溢れたものとなっており、美術スタッフによる日本全国のベンチャー企業への取材をもとにしている。 外観のロケ地は、横浜市内の港未来グランドセントラルタワーで、1階、玄関付近や入場ゲートなども撮影されている。他に協力企業にクレジットされている IT 企業としては、SNS のモバゲーを運営する DNA が、モバゲー関連グッズや画像素材などを提供している。ロケーションでは、東京都内の鳩山会館、誠の通う東京大学理学部として、 東京薬科大学などが利用されたほか、東京都以外の首都圏の各地で撮影されているが、設定上は、都内として扱われている場面が多数ある。第1話の会社説明会の会場は、茨城県筑波市の筑波国際会議場であり、ネクストイノベーション創業時オフィスの学生会館は、神奈川県相模原市の相模女子大学旧第1、立花寮である。 第4話の杉並区役所のロケ地としては、神奈川県山和市役所が使われたが、これは地域のフィルムコミッションの協力によるものである。その他、第10話には、純駆動書店、H&M など実在する企業が登場し、店舗がロケ地として使用されたほか、伊豆急行、アルファリゾート21、いすみ鉄道、国吉駅などが使用された。スペシャル版では、 ニューヨークのタイムズスクエア前などでロケが行われている。日本における初回放送は15分拡大放送されたほか、第4話はロンドンオリンピック中継の実施のため21時55分22時49分の放送となった。7月27日から8月12日まで行われたこのオリンピック中継の影響で、 2012年7月期の連続ドラマは全般的に視聴率競争では厳しい戦いとなったが本作はスタートから開催中までの間常に2桁台の視聴率を保持するなど検討している8月29日には27時5分から富士テレビで第8話までの30分バージョンダイジェストが放送された本作は台湾の抜き 北ル日本代でも2012年7月21日から日本語音声のまま反対中国語字幕付きで放送された。台湾でのタイトルはタキ金社長少子女。ウェブ上の展開としてフジテレビの有料配信サービスフジテレビオンデマンドにて放送後の水曜日16時から最新話が配信されている。この配信では第7話終了時点で スマートフォン向けでの歴代1位の売り上げを記録している。他、2011年以降のトップだった、丸物をき手を上回って、本店配信の売り上げ1位となった。また、8月22日から、フジテレビ公式、YouTube チャンネルで、ロマンス編、ビジネス編の2種類に編集された第8話までの各話のダイジェストが、無料配信された。ヒューガトールは若くして、 自家総額3000億円のベンチャー IT 企業、ネクストイノベーションを率いる社長であり、天才と評されるが傍若無人で、寄与方変の激しい人物である一方、母に捨てられた心の傷を密かに抱えている。ある日彼は、自社の会社説明会で、東大生ながら、折からの就職難で、内定ゼロの就活生女子と出会う。その名は、 沢吉弘と言い,い、彼の探している実母と同性同盟であった。日向は彼女を自分が力を入れる、戸籍情報管理システム、パーソナルファイルの計画にインターンシップとして参加させる。しかし彼女の名は、実は偽名であった。彼女は、日向の実母の知人で、日向は覚えていなかったが数年前に、日向本人と出会っており、 彼を実母に合わせてやれなかったことを悔いていた。そのことからつい、沢木千尋の名を語って、彼の前に現れたのだが、やがてその蘇生は日向にバレてしまう。日向は一旦彼女を解雇するが、彼にとって今まで出会ったことのないタイプの彼女は、PF 開発への新しい視点を与えてくれるとして、夏井誠という本名を明らかにさせた上で再度、やっと言い入れる。 マコトは日向に惹かれていき、彼の傍らで力になりたいと考えるようになる。しかし、マコトがもたらした日向の変化は、彼と固い友情で結ばれていた、副社長、朝比奈ナ・コスケとの関係にひびを入れてしまう。朝比奈は日向を裏切り、元社員の頭脳を利用して、顧客情報流出事件を起こし会社を危機に陥れ、日向を解雇して、社長の座を乗っ取る。マコトはようやく手にした。 企業研究員の内定を断り、社員にも見捨てられて会社を去る彼にただ一人、ついていく。二人は新会社を設立し、個人資産も失い、無気力に陥ったひなたが、孫との励ましで立ち直った頃、朝ひなは、東野の裏切りにより背任などの罪で逮捕される。ひなたを慕う、NI 社員たちを迎えて、新会社が次第に成長する中、誠は、困難を乗り越えて、 人間的にも成長したひなたに対し、自分にできることは何もないと考えて、彼の傍らにいるのが辛くなり、企業研究員の採用を再び受ける。ひなたは連絡を絶った孫とを心配して探すうちに実母と再会し、長年のわだかまりを解消するとともに孫とへの特別な感情を自覚する。しかしひなたはその思いを素直に告白できず、二人の関係はすれ違う。 ひなたは、経営危機に陥った NI を存続させるため同社の社長に復帰し、高知中の朝日の後も若いし、謝罪を受け入れる。なんとか、経営危機を乗り切った矢先、誠が研修のため、ブラジルに出発することを知ったひなたは彼女を、空港まで追いかけて、愛を告白し、自分の仕事である IT の技術で地球の裏側で、働くことになる誠との距離をなくしてみせると、 約束する。一年9ヶ月後、日向は景気を終えた朝日奈を迎え、二人の友情は復活する。そして、ブラジルから帰国した誠は恋人として日向に迎えられる。スペシャル版、In ニューヨークは、連続ドラマ最終話の空港での告白から、ラストシーンの一年9ヶ月後の間に起こった、ストーリーで、社会人となり、 ひなたと遠距離恋愛中の孫とが一時帰国し、短期間ひなたと二人で暮らすが生活に対する価値観の違いや仕事との向き合い方で争い、一旦別れを決意するものの、再び結ばれるまでをニューヨークでの交渉を含めた PF プロジェクトの進捗や朝日なの復帰の背景を交えて描く。ネクストイノベーション社員の肩書きの出展は、公式サイトノベライズ月刊。 ドラマ収録シナリオ及びコンテンツのネクストイノベーションサイトより、読み仮名な,などの出展は公式サイト相関図と放送やホームメディアで確認できるものである。複数回登場ゲスト単発ゲスト放送途中の9月14日に発売された雑誌オリスタのドラマアワード2012夏でオリスタガールズ1000人が選んだ好きな夏ドラマ第1位に選ばれた。 恋愛ものと同時に、現代の企業をリアルに描いた点、展開のテンポの良さ、毎回、ある謎が登場し、その回のうちに解決してはまた次の謎が、という展開、ドラマの連続性を生かした、ストーリーなどが評価されている。日刊スポーツドラマグランプリ2012年夏、ドラマ選考では、小栗旬が、主演男優賞、石原さとみが、助演女優賞を受賞しに部門を制したほか、 助演団優勝の3位に、井浦新、作品賞でも2位となった。第74回ザテレビジョンドラマアカデミー賞では、主演団優勝に、小栗旬、助演女優賞に、石原さとみが選ばれたほか、作品賞で3位、助演団優勝で、井浦新が3位、ドラマソング賞で、光絵が2位となっている。インスタントメッセンジャーによる SNS サービス、 ラインの石原さとみ公式アカウント宛てのメッセージとして最終回放送前日の最終回予想に12万件、最終回直後の感想に約16万件が寄せられた。本作に関しては恋愛ドラマの影にアイデンティティをめぐる問題を描いているという複数の指摘がある。早稲田大学文化構想学部教授の岡室美奈子は一見シンデレラストーリー風ながら、 偽名を名乗るヒロインや、実の母を知らず戸籍管理のシステムを作って、母を探し求める、主人公など、主要人物は、自分自身がよくわからない者たちとして設定されており、古典的な自分探しのテーマを、現代のバーチャルな時代の中で追求する物語で、あると分析した。そして、同時期放送で、同じく戸籍問題をテーマとした。 息もできない夏のアプローチがストレートであることと対比し様々な要素の複合的な絡まりの向こうに深いテーマが見えてくる仕掛けがあり恋愛も要素の一つとして程よいさじ加減で含まれていると評価したまたライターの決まった冬は当初のヒロインの名千尋からアニメ映画千と千尋の神隠しを連想し本作の名前を覚えられない主人公の設定と 同アニメの名前を奪われて、湯屋で働くキャラクターたちが登場する、物語の構造などに共通性を見出し、やはりアイデンティティの問題を描いているとした。そして、社会の中で便宜上を分かたれた、リッチとプア、男と女などのカテゴリーを有機的につなげていく、ことを描いている、確かなつながりの見えない時代の、寂しい狭間をさまよう、日本人を鮮やかに描いた作品であると評した。 評論家のうのつねかライターの聖場零一の対談では、フジテレビの月9枠という面白い作品を作るのと同時に、皆に見てもらえる作品でなければならないドラマ枠が、試行錯誤の末に見出した新しい恋愛ドラマとして評価されている。この対談では、ここ数年のフジテレビのドラマでは、フジテレビヤングシナリオ対象出身の脚本家や若手俳優を積極的に起用して、 新人を育てようという明確な姿勢があるという流れとともに本作も評価されている。またトレンディドラマ以降のフジテレビの恋愛ドラマが失ってきた社会との接点が仕事というもう一つのテーマを魅力的に描いたことで取り入れられ、これをバランスよく排したことで恋愛の部分も輝いたと評価している。そして主人公カップルの恋愛ドラマを盛り上げるアテウマの役割が 女性のライバルである洋子ではなく、男性の朝比奈であり、主人公の干潟をみんなで取り合うという構造に、制作人のボーイズラブ的センスを見出している。この背景には、恋愛ドラマの訴求力が低下した、0年代のトレンドであった友情ドラマがあり、月9枠として恋愛ドラマを回復するならば、もはや同性のライバルでは、 ヒロインの当て馬にならず、友情と恋愛の中間である朝日菜と日向の関係を対立構造にして構成し、ゼロ年代的なものをなかったことにせず新しい恋愛ドラマを作り出したという点でも重要な作品であったと結論付けられている。主題歌、光絵は、ミワによる楽曲である。この作品は書き下ろしによるもので、ミワはドラマの台本を読んだ上で、 作詞作曲している。また、この作品ではそれまでの彼女の曲にない4つ打ちのダンスエレクトロサウンドに挑戦した。編曲とプロデュースはナオキティ T による。制作にあたって、マスモトプロデューサーは、前向きで疾走感のある楽曲でドラマを盛り上げたいと考え、依頼したと述べ、またミワが制作当時、就活中のヒロインと同じく現役の大学4年生であったことから、 ヒロインの気持ちを我々よりも近いところで感じて、死に投影してくださいましたとコメントしている。同曲はシングルが、オリコンチャート最高4位を、はじめ、単独楽曲の配信においても、レコ直での4部門1位、着歌月間ランキングの2ヶ月連続1位など、配信開始後長期間にわたって高い支持を集め、ロングランヒットと評価された。挿入歌となった、ナパバレー。 ヒカリエリミックス、イングリッシュバージョンも、同じくミワによるもので、ヒカリエにカップリング曲として収録された。なお、本編初回放送開始前の期間における CM、番宣などには、ケイティ・ペリーの、パート・オブ・ミーが使われていた。本編放送時には一度も流れていない。スペシャル版では挿入歌として、ミワの新曲、デライトが、制作、使用された。この曲も、 レコチョクの客歌ランキング2013年4月2日付で1位を獲得している。同年5月22日に発売のアルバムデライトに収録された。フジテレビ系月ツドラマリッチマン、プアウーマンオリジナルサウンドトラック2018年5月より韓国のドラマックスと MBN で放送された。ありがとうございます。